こんにちは、ヒロ内藤です。いやー、時間が過ぎるのって本当に早いですよね。実は僕が最後に日本にいたのは2020年1月だったんですね。コロナ問題が出始めて急遽アメリカに帰国したのが僕の最後なんですけれども、あれから約2年半。まあ本当にね、長かったんですけれども、ようやくまた日本に行くことを決めました。そんなこともありまして、日本に行ってる間、YouTube の新しいコンテンツのアップロードがなかなかできないということもありますので、まあおかげさまで YouTube も開設約2年になりますから、その間にね約160本のコンテンツをもアップロードさせていただいたんですね。その中からやっぱりね、ルアー釣りを楽しみたいんであれば、バス釣りでルアーを道具として使い切りたいのであれば、絶対これは理解しておいた方がいいですよと思う僕の自信を持ってお勧めできるコンテンツをもう一度見直してみるというのも非常に役に立つのではないかと思うんですね。7月の21日、ここからは新しいコンテンツをまたアップロードしていくつもりでいますけれども、それまでの間はしばしの間もう一度おさらいを含めてコンテンツを流させてください。それでは日本でね、どこかでお会いするかもしれませんが、その時にはよろしくお願いいたします。今回はクランクベイトのもう原点とも言われるようになったビッグオー、これの話、歴史から始まって一連のね、このビッグオーにまつわる絶対これは知っといた方がいいよっていう話を僕がまとめさせていただいたのが2020年の9月のことだったんですね。僕はやっぱりね、シャロークランクっていうのは果敢に攻めてやっていく中でストライクをどう作り出すんだろうっていうのを自分で考えるときに、スピードだとかアクション、これをね最大限活用していくルアーの一つだと思う、つくづく思うんです。だからこそどのルアーをやるにしてもシャロークランクから学ぶテクニック、感覚、これはね役に立つんですね。ぜひこれ見てくださいね。最初のクランク、まだ潜り出すか潜り出さないかの時だよね。おお、彼たちの間を通ってきたってことだよね。嬉しい、こういう魚。今回はコーデル社の中からこのルアー、そう、ビッグオー、このルアーの話をしたいと思います。ビッグオーが世の中に出てきたのは実はね、1973年なんですね。で、考えてみると1973年の頃っていうのはもうプラグはいっぱいあったんです。例えばヘドンからリバーラントなんていうシャロー、リップシャロータイプのリップを持ったプラグはもうあったんです。にもかかわらず、バスマンの間ではこのルアーがクランクベイトの原点と言われてるんです。パッて見ると似たようなリップを持ってボディがあってという形なのに、なぜこれが原点かっていう話になると、実はそれまでのプラグではデザインのレベルで考えられていなかったディスプレイスメント、水を押しのける力を生み出すことを機能としてこのルアーに組み込んだんです。質量、ボディのサイズが大きくて浮力が強いものが水の中で激しく動くからこそ水を押しのけるんですね。これは皆さんがお風呂に入っている時に手のひらを広げて自分の手でこうやって水を送り出すと、ここに感じると思うんです。
それは皆さんの手の質量が十分にあって押し出す力があるからなんですね。ところがサランラップのように非常に薄いプラスチックの膜、これを水の中でこう押さえてこうやって振ると非常に大きく動きます。だけども全くこっちに水を感じない。それは水を押しのける力がないんです。このルアー、その水を押しのけるという力を使うことによってバスに明確にルアーの位置を教えてあげる。だからこそ、例えば昔よくやってたようなぐるぐるぐるって巻いてきて、もう水を押しのけてここにあるよっていうのを教えた後にピタッて止めて、それを消してしまった後にもう一回水を送り出すとバスが反応して噛みついたりもするんです。その水押しの力を明確に作り出したのがこのビッグオーだったんですね。それがクランクベイトの原点と言われるゆえんなんです。そしてそれがあまりにも釣れるということで、いろんなメーカーがそこに参加をしてきて、シャローランニングというジャンルのクランクベイトがいっぱい世の中に出てきたのが1970年代半ばぐらいからなんですね。もちろんビッグオー自体はもうオープンウォーターであったり、もうジンクリアな綺麗な水の中でも非常に威力を発揮するルアーなんですけれども、今回は僕が大好きなシャローレンジでのビジュアルカバー、目で見ることができるカバーを攻める釣り方、これを説明したいと思うんです。僕がシャローでのビジュアルカバーを攻めるときには、典型的な3つの攻め方をやるんです。一つ目が、あまり多くの人やらないかもしれませんが、このルアーをトップウォーターとして使う。こんだけ浮力があるからこそ、投げ込んで、カバーの横に投げ込んだ後に浮いてる時に、シャープなロッドワークで短い距離を引くと、ボコンと音を立てながら潜るんですね。その時にあまり潜らせすぎない。自分の目で追えるぐらいの深さまでにしか潜らせないで、スラックを出すとまたボコンと浮いてきます。それで待ってあげる。ここに飛び出すバスもものすごい多いんですね。それを2、3回こう繰り返して、バスに食ってくれなくてもここにルアーがあるんだよっていうのを音で教えといてあげた後にクランクとして潜らせていく。それでストライクを上げようとするような釣り方、トップウォーター的な使い方をするのは僕は大好きな使い方の一つなんですね。トップを投げて面白そうなところってシャロークランクはこれに最高。浮力があるからこそこんな風なね、誘いを焦燥でかけてあげると、すごく面白いんです。これはもうね、シャロークランクならではの強み。トップで釣っちゃいました。今ね、実はフラ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 って出てきてたバスが見えたの。だからその前に投げてひょこひょこひょこって泳がしてやったらね、パコーンって食いましたね。ほら、ありがとう、遊びに来てくれたんだ。いや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 、遊んでもらっちゃった。ミエバスの誘い釣りでした。魚から寄ってきてる場合はね、意外と多いんですよね。クランクのトップ釣り。バイバイ。僕の大好きな二つ目の使い方。この二つ目の使い方は、もうまるでミノーのジャーキングやトゥイッチングをやってるようなもんなんです。サブサーフェス、もう表層から10センチ、そこぐらいのところから、そうですね、水深で言うと50センチちょいぐらいまでの、このサブサーフェスレンジの中で、ロッドワークをちょん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 こう与えながら、クランクをこう、不規則に動かしていくんですね。クランクはステディで巻き続けると、もう同じリズムでこうやって泳いできます。
もちろんスピードを上げればピッチも上がりますけれども、同じでバランス、同じリズムでこう泳いでくるんですね。で、これ、食いが悪い魚が多い場合には、同じリズムだとストライクポイントができづらいんです。だからこそ、ロッドワークでチョン、チョチョン、チョンとか、もうリズムをつけて引き方を変えてあげると、クランクがクククッと動いたり、この不規則さに魚が反応してしまう。まるでミノーのトゥイッチングやジャーキングのようなもんなんです。そんな使い方が僕の好きな二つ目なんですね。で、この使い方実はカバーが枯れ立ちなんかで枝がゴショって出てる中、ちょん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 こう引っ張ってくると、ぶつかって弾かれて、ぶつかって弾かれてっていうのを繰り返して、比較的こういうヘビーなカバーの中を抜けてきやすいんです。ちょん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 引っ張ってくるとゴーンと当たるあたり。あれはね、やっぱ一度体感すると忘れられないと思います。なんかこういう風に小田がゴシ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 と繋がるポイントっていうのはトップからもう連続トゥイッチでこうやって引いてくるとね、結構よく出るんですけどね。で、連続トゥイッチで引いてると枝とかも結構よくね、カン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 ぶつかって跳ねて乗り越えて、で、ヒラを打ってっていう、その繰り返しで、魚も誘ってくれるし、結構ね、面白いんですけどね。あとやっぱりね、見える。で、特に、水深で、そうね、50センチちょっと、70センチくらいまでかな。ミノーのトゥイッチとは違って、クランクによる連続トゥイッチって、やっぱりディスプレイスメントが大きいせいか、ものすごくクランクの動きが派手でいいんですね、こういうふうに。だからやっぱりね、ものすごく魚が刺激される。うそ、うそ、トゥイッチでせっかく来たのに、ああ、なんちゅう日じゃん。僕の好きな3番目の使い方、これは通常のクランクとしての使い方なんですが、僕の場合には、まあ昔から多くの人やってたと思うんですが、ストップアンドゴーのようにグリ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 巻いてきて、もうディスプレイスメントを出しっぱなしで来た時にピタッと途中で止めてあげる一瞬を作ってあげると当然ディスプレイスメントが消えますからバスはえっと思うし、その直後にもう一回動き出すとそこからまたディスプレイスメントが始まるんですね。そんな風にディスプレイスメントを消したり作り出したりと、ディスプレイスメント自体は動きじゃありませんので見えません。見えませんけれども、ルアーが動くことによって確実に水を押しのけていますので、それをイメージしながら、動いてると止まったを明確に作ってあげることが、ストライク率を上げるコツなんです。もう一つ当然ながら、枯れ立ちがあったり、カバーがあったり、何かあった場合には、ボトムじゃなくても、ぶつけていくとクランクがそこで、ディフレクションつって跳ね返されますので、跳ね返されると動きに一瞬全く違う動きが入りますので、それがストライクポイントになりやすいんですね。だからカバーはぶつけないよりぶつけた方が5倍釣れるんです。ガンガンカバーにぶつけながら、スピードに変化をつけながら、通常のクランクとしてビッグオーの
限界先行進度と言われるような1メーター50ぐらいまで送り込んで果敢に攻めていく釣り方。これが一番多く使われる一般的な使い方なんですけれども、僕にとってもこれが非常にストライクを生み出してくれる大好きな釣り方の一つなんです。ここは小田がね、いっぱい外側も落ちてるからビジュアルカバーが全てじゃないんですね。ビジュアルカバーが全てじゃない場合、最初見ただけじゃわからないんですけど、何回か通ると下に落ちてる小田の位置ってだんだん分かってくるんで、大事なこと、覚えておくことは、一番外側がどの辺まで張り出してるかなんですね。それでその日の状況に応じて、外側のエッジがいいのか、それともカバーに近い内側を攻めた方がいいのか、それはもうその時その時でちょっと変わってくるんで、一概に内側がいい、外側がいいとは言えないんですけども。でも、どのぐらいこう広がってるかを知らないと選べないんで。いやー、今内側攻めてみたけど、反応してくれませんでしたね。ほぼ上で作ったね。よいしょ。ほら、ラインが枝に乗り越えてルアーが上に向かって泳ぎ出したのを下から食い上げてきたね。ありがとう。バイバーイ。いやー、迫力あったね。楽しいね、ああいう魚も。魚、あん中で出たよね。おお、ゴツンって食い上げた。これ結構いいよ。いやー、絡まずに。おお、おお、ばっくり全部食ってるね、食われてる。おお、おっしゃ。ほら、見て見てこれ、ほら、バックし加え込んだ。いい魚だ。嬉しいね。いや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 、ありがとう。こういう魚がね、めちゃくちゃ嬉しい。おいしょ。ありがとうな、付き合ってくれて。おいしょ。ほら。いや、ありがとう。嬉しいね。ありがとね。またな。バイバイ。いや、嬉しかった。もうね、細かい枝のとこコンコン当たってきたときに下から食い上げてきたんだけど、一瞬ね、最初枝かと思ったんだけど、合わせたら小枝が折れてその中からこう飛び出してきましたよね。うわ、嬉しい。ああいう一匹が本当嬉しいよね。よかった。
このビッグオーがやっぱりクランクベイトの原点と言われるようになったこのウォーブリング、これこそがバスルアーの世界に大きな1ページを開けてくれたんだと思うんです。そこからね、ルアーの開発ってものすごい勢いで進んできたんですね。と同時に、このビッグオー、もちろんステディリトリーブを使ったこのシャロークランクとしても面白いんですけども、同時に浮力があるからこそトップウォーターとしても面白ければ、急激な水の抵抗がすぐリップにかかるからこそ、連続トゥイッチをしたこのイラ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 動いてくる動き、これがね、魚を誘うんだと思うんです。やっぱりね、僕、素晴らしいルアーって、単に魚が釣れる釣れないだけじゃなくて、本当にいろんな楽しみを組み込んで持っててくれると思うんです。そんなね、いろんな顔を持ってるルアーだからこそ、飽きないだけじゃなくて、もっと使い込んでみたくなると思うんですね。僕も毎回釣り場に来てこのビッグオーを使うたんびに、今度はどんな使い方しようかな、今度はこんな使い方で釣ってみたいなっていう思いがね、頭の中をぐるぐる回るんですね。いやー、ビッグオー、ほんと面白いルアーですね。